皆さん、こんばんは、こんにちは、そしておはようございます。本日もマリアナカフェミュージック TV をご視聴くださりありがとうございます。さあ、それでは皆様もご一緒に、せーの、マリアナカフェミュージック TV。 ありがとうございます。私、大阪府茨木市にございますライブハウスマリアナカフェの内海雅子と申します。本日もどうぞよろしくお願いします。マリアナカフェではアコースティックからロックバンドまで様々な音楽ジャンルに対応いたしております。またミュージックビデオの撮影などにつきましてもご相談を承っております。詳しくはこの動画の概要欄に貼り付けてありますお店のホームページをぜひぜひご覧ください。さあ、それでは今日も早速ちょこっとためになる音楽講座始めていきましょう。それではまず最初のコード進行。このコード進行のキーを見つけるときに着目してほしい箇所、それがですね、ここの部分 F、G の部分なんです。この隣り合った2つの音をルートに持つメジャーコード、隣り合った2つの音を、この場合はファとソですね、をルートに持つメジャーコード F と G の部分なんですけれども、このコード第1回目のダイアトニックコードの時の、7つのコード C、Dm、Em、F、G、Am、B ディミニッシュの4番目と5番目のコードにあたってるんですね。 C、Dm、Em、F、 1,2,3,4 4番目と C、Dm、Em、F、G、1,2,3,4,5 5番目の音に当たっています。この4番目と5番目のコードを見つければ、そこから1番目のコードを逆算して、見つけていきます。5、4、3、2、1 5、4、3、2、1、ソファミレドということは、この1番目のコードに当たるのが、C、 それがこの曲のキーということになります。例えば A、D、E、E、A、D、E、E の場合だと隣り合った2つの音、ここは、このコード進行の場合はレとミ、D と E ですね。ここから逆算するとミレドシラ、5、4、3、2、1、ラの音は A ということは、このコード進行 A、D、E、E、 このコード進行はキー A ということになりますね。では、話をキー C に戻しますね。先ほどの C、F、G、G とか、あと C、Am、F、G とかもそうなんですけども、この2つのコード進行は、たまたま最初のスタートのコードとそれからキーが同じになっています。このようにコード進行の一番最初のコードが曲のキーになっているっていうことは割と多いので、まず一番最初のコード、一番最初になっているコードですね、それがキーになっているかもというふうに推測してみるっていうことはすごくおすすめです。では続いてのコード進行はこちらです。
先ほどと少し違って、ちょっと暗い感じがしましたね。今ちょっと激しいリズムで弾いてみたので、まあ暗い感じもしますし、ちょっと激しい感じにも聞こえたと思うんですけれども、この暗く聞こえる場合でも、先ほど、説明した隣り合ったルートの音、ファーとそうですね、ここ F と G がありますので、この F と G が出てきた場合には、キーは C。 さあそれでは続いてのコード進行です。困りましたね、隣り合ったメジャーコードが見つかりません、見当たりません。じゃあ、2つ目の探り方もやってみましょうか、最初のコードの F に着目するんでしたね。じゃあ、これは F のキーなのでしょうか。さあ、では調べてみます。 F の、キーのダイアトニックコード、これは F、 G マイナー、 A マイナー、 B フラット、 CD マイナー、E のディミニッシュ、そして F と。はい、F と C と D マイナーは入ってますが、E マイナーがないですね。E の音がルートのコードは、E のディミニッシュというコードになっています。さて、こんな場合、どうしたらいいのか。今、誰かくしゃみしましたけども。はい、では、こんな時にはどうしたらいいのか。こういう時はですね、さっきの隣り合った2つのメジャーコード、これに、似た法則がもう一個あるので、頑張って覚えてください。この隣り合った2つのマイナーコード、これがまた鍵になってくるんですね。 D マイナーと E マイナーなんですけれども、さっきのメジャー F と G みたいに、この2つの隣り合ったマイナーコード、これが実はダイアトニックコードの2度と3度になっている、ここに着目していただくといいんですね。ですのでこの2度と3度が分かれば、さっきの1つ目にお話しした時と同じように逆算していけばいいわけです。3、2、1、ミ、レ、ドということで、この F、E マイナー、D マイナー、 C というコード進行もキーは C ということなんですね。それでは最後のコード進行はこちら。簡単でしたね。隣り合う2つのメジャーコード F と G が入ってました。ということは、このコード進行のキーは C です。キーが C なのに F、G、E マイナー、A マイナー、 C のコードが1回も出てきません。 C のキーなのに、キーが C なのに、キーが C なのに、 C のコードが1回も出てきませんでした。それでも、このコード進行のキーは C なんです。本日も最後までご視聴くださり、本当にどうもありがとうございました。またこのマリアナカフェミュージック TV、 不定期ではございますが、いろいろと楽しいコンテンツをたくさん用意していきたいと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、次回またお会いする日まで。バイバーイ。